ウンテよ。オッケー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 。どこ降りるんですか、ちなみに。カウントダウン。確かに降りる場所決めたい。カウントダウン。カウントダウン一応なんか行きたいという人います。いや、もう柴原カスタムの柴原チームはもうカウントダウンってもう決まってはいるから、もうお願いだから来ないでほしいっていつも言ってる。来る人とか会いに来てるよね。会いに来てる、もう本当にやめてほしいって。え、でもすごいね、俺なるせ柴原だけど、それもうロビー行きたくて来てんのかな。それはそういうことかな。一応送っとくわ、僕たちは今カウントダウンにいます。風が気持ちいいんですよ。もういるんだよね、もう降りて、もう武器アーマー全部あれだからね。そう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 、万全の状態で待ってるから。そうそう、 I'm ready。 ぜひ。うわ、パソコン重い。え、なんか撃たれてるよ。撃たれてるらしい。本当にまずい。大丈夫ではあるんだよ。パソコン重っ。アクタン行く言うたのに。まあ、風気持ちいいからな。そうなんだよね。32、割りかけ。あったあった。あ、紫来ちゃった。なあこれ。え、ここめんどくさい。待て待て待て。え、これシュバルなんかダウンしてね。ダウンしてるかもしれん、味方によっちゃ。これさ、助けれないのこれ。無理やね。あ、無理なんや。仲良くせん、仲良くせんのこれ。あ、全然する気ないっぽいわこれ。あんまりする気なさそうではある。一人降りた。一人降りたね。パス64。もう来てるっすわ。普通まずいけどこれ。え、あ、なんかちょっとこれ取ってこいよ、取ってこいよローレ。あとは頼んだ、ローレ取ってこいって。めちゃめちゃ当ててはいるよ正直。そうなん、相手ビビってる。でも来ないと思うよ、回復とかないでしょ。いや、相手けど普通にしない。相手けど普通にね。ローレボコレ来てるくねこれ。いや、無理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 。なんとかなれ。あ、よいしょ。ちょっと待って。ちょっと待って、ちょっと待って。よし。よし。ちょっと待って待って。まあ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 。そういう系やね。まずい。ちょっとやめてやめて。ガチ感出さないで。これ大丈夫なの。まあ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 。これって放送できるの。いや、まあギリ。してもいいのこれ。まあ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 、ギリ。ギリセーフかなみたいな。なんかではある。これがしばらかしたの。まあ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 、そういうことやね。パトやハル、そんな感じ。そういう感じやね。ちょっと今日そういう感じみたい。あー、なるほどね。なるほどなるほどなるほどね。一旦変な汗はかいてはいるか。多分こっそりキーマーにしても誰も怒らないんだよね。うん、かもね。マジか。20は。まあ、でも一番は、教唆も一番怖いところに怒られる可能性があるから、ちょっとまあまあまあ。ああ、なるほどね。さすがにか。一般チームは1試合ごとに変わりますから、大丈夫です。一応、ね、今まであのね、しばらかさんも2周年、2年以上やっておりますけれども、まあ、ほぼほぼなかったんで。たまたまね、そういうこともあると思うということで。そりゃそうよ、うん、確かに確かに確かに。これが醍醐味だけどね正直、うん、そうそうだね、それも含めてだから。カスタムなんていろんな動きがあるんだから。してくれてありがとうね。だって俺正直ずっと勝ってる主人公の漫画よりは、そう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 、じゃあ負けるけどからどんどん強くなって。そうだね、そうよね、そうよね、そうよね。カスタムどうなるかなっていう話よね。そうよね。だからこのあと2試合目以降とかすごくなるよ。もう盛り上がりでしかないよ。ありがたい、それが。そう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 、よかった。やっぱあの物語には浮き沈みがあってなんぼだから、うん、そうだね、負けちゃうこともあるんだよねやっぱ主人公が。修行会、これは靴ひも結んでるだけだもんね今。そうそう、今のうちにだから向いてるように見えるだけだもんね。
全然大丈夫なやつだこれ。下向いてない？ちょっと大丈夫？全然大丈夫大丈夫大丈夫。ほんとごめん、これすらも取れたか。さあ、ここからが、一般チームエントリーナンバー11 TYR、コメント、カジュアル大好きチームで打ち合い楽しんでいきたいです。いいですね、いいっすね。もうこういうなんか楽しみに来ましたみたいなチームが一番ね、平和でいいです。楽しんでいってください、うん、本当に。でも打ち合うのもむずいよ。打ち合わせてもらえるかなってこと？打ち合わせてもらえないよ。わあ。さっきの僕らみたいに。ちょっと。叶うことを願ってます、切にその願いが。感じで気持ちよかったですね。うん。ちょっとまあでもね、かぶせられることを警戒してない我々もね、やっぱ良くなかったということでね。そうね、それやった毎場毎場、はい。確かに毎場でもあの本当にノットレディではあって。ちょっとノットレディでありましたが、次はレディしていきたいと思います。本日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。といった感じで、本日の渋春カスタム終了となります。ちょっとね、なんか1試合目の空気感は申し訳なかったですね。すまん、なんか難しかったわ。まあでもまあなんか改めてルールとかに明言した方がいいのかもね。結局なんか一番良くないのが、かぶせても誰も得しないっていうのがやっぱ大前提にあるので、なんかその被せられたくないから被せないでほしいんじゃなくて、結局お互い得しないじゃん、変な話。別に楽しんでほしいからさ、渋春カスタムに出てもらう以上、出た人も楽しんでほしいし、もちろん僕らも楽しみたいし、なんかそのためにこう、まあ、各チーム楽しむためにやってもらえればいいなと思って。まあ変な話じゃ、全部のチームが初動被せでさ、初動で終わってもそれ多分あまり楽しくないカスタムになるじゃん、極論ね。っていうので、まあなんかルールちゃんと明文化した方がいいのかなっていうところはありますね。うん、そう、結局おもんなくなってしまうので、お互いね、多分今日被せる人たちも多分おもんなかっただろうし、別に試合終わった後なんかコメント欄と喧嘩したりだとか、ツイッターでもなんか喧嘩したりだとか、多分あんまり気持ちよくなかったと思うから、本人たちもね。それって誰も得してないから、でもこれって多分明文化して、まあかぶせがそもそも起こってなかったら、まあもっと平和だったのかなみたいなところもあるし、まあ改めて普段のカスタムでやってる、もうチーム番号がランドマークですっていうのを持ってきてもいいと思うし、てかもうそれにしよっかな、あれ柴原カスタムに輸入してもいいかなと思うので、自習なり自治習から、まあそっちの方に寄せようかなと今ちょっと考えてました、今日やりながら。自分のザプカスタムから逆輸入でいこうかなとちょっと思ってます。そんな感じで